おお、危ない、危ねえ、うわ、なんか来たぞ、やめろ、ボス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 、何その、あの、うわー、いやー、弾が連続で撃てないじゃん、ガメを見た、ハはい、どうも皆さん、こんにちは。メッシー醤油です。今回はですね、任天堂スイッチオンラインで遊べる、ファミコンの、ゼビウス、遊んでいきたいと思います。懐かしいですよね。懐かしいですよねって言ってもおかしいんですけどね。まあ僕の世代ではないんですけれども、実は私、ゼビウスっていうゲームが、一時期、高校生ぐらいの頃ですかね、に、まあ、ハマったっていうほどじゃないんですけど、まあ気に入って、何度か、まあ、遊んだことがあるゲームです。早速ね、やっていきたいと思います。懐かしいですよね。このね、私ね、このサウンド好きなんですよね。だっけー、てててれれ、てれてれ、てれれ、てれ、ててれれ、てててれれ、ぷん、ぷん、ぷんってやつね。そうそう、こうやって遊ぶんですよ。別にね、めちゃくちゃやり込んでたわけじゃないんですよね。ただ、この音楽が好きだったっていう感じ。あー、危ない。最終ボスのメンバーで行ったことあるぐらいであって、特別上手いわけじゃないです。裏技とか、なんていうの、その隠しタケノコとかを詳しく知ってるわけじゃなくて、まあ、好きなだけっていうだけね。あれね、ファミコン版のゼビウス、ってか、ソフトは持ってなかったんですよね。ただ、ガンプの謎っていう金色のソフトは持ってました。あれだけはね、結構簡単に手に入ったんですよね。これむずいっすよ。あ、出た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 。ういこれね、この音聞こえる？こういう感じで撃っとかないと、弾が連続で撃てないし、っていう夢を見たのさ。なんで、連続的に、ボタンを連打しとかないと、弾が連続で出ないんですよね、これ。だから長押しだけだと、こんぐらいの発射レートでしか撃てなーい。うーん、やん、や、やめてください。危ない。やめろー、やめろー、わーい。超焦ったこれもね、いや、地上部隊の戦車が一番やばいよね、いつも思うけど。だからね、この、縦スクロールタイプの、ゲームなんですけど、これの面白いところは、地上にいる敵と陸地にいる敵っていうのがいて陸にいる敵は、A ボタンで、イエーン、プイ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 、モルカ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 、おー、あ、出ました、縦行きました。で、空中にいる敵と、地面にいる敵を使い分けて、ね、B ボタンで、銃弾が撃てて、A ボタンで爆弾が落とせるよっていうゲームなんですよ。で、また、爆弾落とすとき、ポーンっていうんだよね。で、これピッピッピッってやつは、銃、機銃なわけですよ。で、今ね、これ飛んできてる盾は、無敵なんですよね。でね、昔の人は、この、を、なんだっけ、30何発かかな、忘れたけど、撃てば壊れる説っていうのがあって、あれ、めっちゃデタラメだったんだけどね。無敵なんだけど、なんかそういう、まあ昔だからあるじゃないですか。ネットのない時代ですから。そういう噂があって、子供たちは一生懸命、壁を破壊しようと努力したって言われてるっていうね。戦車が走ってますね。あぶねえ。あぶねえ。やめろー。マジでやめて。マジでやめて。超やばい。超やばい。昔ね、スマホのゲーム版が出たことあったんですよ、これの。アプリ。スマホアプリで、ゼビウスのゲーム出たことがあって、それを結構やり込んでました、私は。アーケード版の方はやったことないんですよね。もうね、僕の時代にはもうなかったっすからね、こんなアーケードなんてね。本当は一回やってみたいんですけどね。ふふ。なんかゲットした、なんかゲットした。わからん。多分、バーアップした？パワー！
タムタムトリ。おお、危ない危ない。うお、なんか来たぞ。やめろやめてくれ。ちょめ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 ちょ。あー、ビビったー。死ぬかと思ったぜ。わー、あ、ボス戦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 。これ無理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 。いった、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 いけた、いけた。うわ、いけた。やっと、いけた、いけた。あれ、ボスなんすよ。いけた。ちょっと待って、俺この次の面知らないんだよ。あのボスで、あの高校の時俺ボスの面でめっちゃ苦戦して勝てなかったんですよ。いけた、いけた、いけた。いけたけど、ちょっと待って、敵の攻撃めっちゃ削って、何その、あの、うわー、いやー、 F91 に出てくるさ、あの人間だけを殺す機械みたいなやつに殺されてんけど、うわー。知ってる F91 っていうさ、あのガンダムのあのやつがあって、それのあの敵で人間を殺すだけの機械かっていうね、二酸化炭素にあの追いかけてくる敵がいるんすよ。あ、次の面あるんだこれ。さすがファミコンだね。あ、スマホのアプリだとこれあのボスクリアした後また一面から戻るっていう感じだったんですよ。ちょ、無理だよそれ。無理だったんすよ。てか、あの、あ、そう、出た F91 のあの人間だけを殺す機械だ。やべ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 、機械が喋るものか。てんたた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 パン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 。ガメオベラーということで、44,880 点、取ることができました。ということで、ね、今回はこれで終わりにしたいと思います。こちらが、ゼビウスでした。皆さんもね、任天堂スイッチオンライン、加入されてる方でしたら、ファミコンの、ゲーム、昔のやつをね、遊ぶことができますので、まあよかったらぜひプレイしてみてください。このね、昔のこの不自由で、理不尽なゲームっていうね、あのファミコンならではのね、操作性がまだあのまともじゃないような時代のゲームっていうのもね、意外と今やってみると面白いもんですので、もうね、このね、ボタン長押しでせ、その、ビーム連射できないってところがもうまさにミソだよね。だからもう常に連打してるわけですから、結構大変だけやつですけど。あの、昔ながらのゲームなんで、まあ、よかったら、プレイしてみてください。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。というわけでね、またどこかでご会いしましょう。See you!